わあ、すごいすごいすごい。髪の毛すごくつくんだよね、やっぱこういうのにね。はい。わあ、すごい粘着力。さんにね、髪の毛ついちゃってね。おお、すごい粘着力がすごいんだ。ほっ、取れるね。これ実は髪じゃないんだよね。髪じゃないんだよ。だからね、洗ってね、何回でも使えるんだよ。すごい、この粘着力がすごい。見て、髪の毛取れたでしょ。美容室だとね、髪の毛がね問題なんですよね。だからね、こうやってコロコロして綺麗にして、はい、あ、これ見て、ついてるついてる、はい。はい、そしたらね、これはね、普通だったら髪の、ね、髪ビリビリビリっていう感じでしょう。で、洗い流してどうなるかっていう、すごい粘着力なんだけど、今これ洗い流しますね。それでね、これでどうなるんだろう。ちょっと今日初めて使ってみたの。ゴミはね、すごくくっつく、粘着力がすごい、うん、あとは洗って、洗ったらね、普通粘着力をなんかなくなりそうじゃない、ね。ちょっと洗ってみたんですけど、はい、あとはもうタオルで拭くだけで、美容室のタオルで、カラー用のタオルだけど洗ってあるから大丈夫、はい。あとは拭くだけなの。洗って拭くだけ。それで、洗ったら普通粘着力とかなくなりそうなんだけど、ある？すごい、ポンポンって拭かないとタオルの糸もついちゃいそうな。あ、見て、あ、すごい、これ嘘じゃない、これ本当の話。すんごい粘着力やばい。これでね、あら、何回もなんていうの、使うでしょ、使うでしょ、服でもいいわ、服でもいい、服でもいいよね、ゴミ取って、ペットとかね、猫ちゃんとかワンちゃんの毛ね、取るじゃない。それでビリビリってしなくていいっていう。あと洗って、またこうやって戻る、うん。で、何にしまうかって言ったら、これなの、これで OK、 これで何回も使えるっていう商品すごくない？あ、で、椅子のね、汚れとかあるじゃない、なんか隙間とかにゴミ入ったりとか、あとお菓子のね、食べこぼしとか、そういうのにもいいし、ペットの毛とかにもいいし、もちろんカットした後の毛、髪の毛を掃除するのもいいなって今思ったんだけど、なおかつ洗って何度でも使えるっていう、そこが一番ですよね。カムチャンネル。こういうの大抵本当にビリビリビリって剥がして、で、あら、どこだったかな、あの切り口みたいな。私なんかズボラなんでそういう風になっちゃうんだけど、それでね、なんかなかなかね、
なんか使うのが面倒みたいになってたんだけど、これだったらただ洗い流すだけ、そしてあとしまうだけ、そしてもう何度でも使える、普通にこのままで OK。 嘘みたいはい、こういう商品がありますよっていうことです。はい、なんかね、気になった方はもう本当にペットとか飼ってる方は概要欄見てください、載せておきます。はい、私もこれすごい便利だと思うんで、これから今日からお店のお掃除用具の一つとして、使いたいと思います。はい、何かの参考になりましたらチャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。コロコロ。